公開お願いします。嘘だろ、アズミって言っちゃいましたい。やば、こいつ交番だよ、こう僕はアトムです。いいですよ、このままここ使ってもらっても。はい、もう一回いけ。本日は僕が進行します、アトム役小池貴弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして桜木山本智也です。よろしくお願いします。お願いします。アズミ役大野智弘です。お願いします。マッチ役安田陸也です。お願いします。先生役柴野貴博です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとまだミスりましたが、今日も始まっていきますよ。リモートオンストナンバーワンの道、イエーイ、ナンバーワン。仲間の考えていることは全部お見通しですよね。もちろんだろ。間違いない。今小池がテンパってることも全部分かってるよ。本当に言わなくていい。説明したいんだろうな。今日やりますのはホセスマゲーム。イエーイ。ホセスマって何？指相撲は皆さん知ってます？ああ、あれも、あれね、人によって呼び方が違うやつね。ホストでやりますので、はい、ホセスマ。まあ、俺たちが指になるってこと？どういう、あー、つまりね。あー、そういうことね。あいつがムカつく。お見通しだぜ。順番決めじゃんけんからいきましょう。よっしゃー。こっからいくよ。大事ですよ、初手。全力よ。初手が一番強いんだぞ。もうここが勝負まである。じゃあリモホスじゃんけんね。あ、オッケー。ちょっと待って、知らないな。ボケじゃない、ボケじゃない、ボケ、全然ボケじゃない、ボケじゃない、大丈夫、知らないやつが出てきた。リモホスじゃんけん、じゃんけん、はい。あい、行こうで、はい。あい、行こうで、はい。あい、行こうで、はい。あ、いくぞ、はい。長いなー、長いなー、早終わって、早送りしてもらおう。じゃあ、練習で早送りしてもらおうか。ちゃんとやるね、ちゃんとやりましょうね。リモハスじゃんけん、じゃんけん、はい。あ、いくぞ、はい。うわー、じゃあ3人こっち。やばい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 、行くぞ。リモハスじゃんけん、じゃんけん、はい。おし、おいしょ。ヤンキーじゃんけんしましょうか。リモホスじゃんけんじゃんけん、ヤンキーじゃんけんじゃんけんぽん、あいくでしょ。最後ね、こうね、こうね。よし、どうぞどうぞ。1番、よし。2番、3番、4番、5番、オーケー。まあだから、つまりストレートできたら、ストレートきたら、まあ、俺ら一発で抜けてきますんで。それでは、早速リクヤの挑戦からいきましょうかね。よし、オーケー、いくぞ、みんな準備がいいか。お願いします。せーの、3。おぉー、やば、おもんで。あれ、俺もういなくなんの。すごい。あれ、リクヤさん、退場です。お疲れ様でした。お疲れ様です。みんな元気でね。安田さん、クランクアップです。えぇー、ほんまや、これ画角から消えていくやん、これ。安田さん、実況しててください。はい、声だけど、全然そこら辺で実況しててください。後ろで、はい、後ろで、はい、これじゃ、俺は1列になってますからね、今。はい、Okay、じゃあ小池、次行かせていただきます。お願いします。絶対当てますんでね。はい、行きますよ。はい、せーので、4。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。それは信用しすぎだよ、ね、さすがに。みんな膝痛いから。これは、よしよし、大野さんが座るとは想定外。じゃあ行きます。はい、せーので、2。おー、あー、こういうの、こういうの、俺もやりたかった、こういうの。いやでも、俺ちょっともう本当に膝酷使したくない。行くぞ、はい、よし、行きます。お願いします。せーの、2。みんな、みんな大野のために膝は使いたくねえって。マジカチカチだったじゃん、みんな。何もしない、みんな。そうだ。じゃあ行くよ。オッケー。せーの、1。おー、あぶねえ、あぶねえ。信用するがよかった。確かに。俺の膝を酷使したまで。そろそろ当てたいっすよね。いや、陸屋さんがどんだけすごかったかということで。そうね、5人の選択肢で当ててるから ね、 そうね、一番難しいからね。陸屋が強すぎたせいで、後の勝負全部早回しにされてくださるから。やばいやばいやばい、いくぞ。はい、はい、小池いきます。はい、せーの、3。よし、なんで、もうそろそろ当ててください。いきます、はい、はい、せーの、2。あぶねえ。新種、いくぞ。はい、せーの、3。なんでさっきから逆で当たってた。なんでだよ。よし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 。おかしいだろ。おかしいだろ。ちょっと前行きましょう。俺だけ別の勝負じゃねえから。せーの、2。おー、おー、
ごい、やったー、やば、どうしましょう、ありがとう、いけ、やばいやばいやばい、もうやばい、あ、こっち来れた、あ、なんかこの減っていく感じ久々じゃない、ね、椅子取りゲームみたいな、そう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 、やばいやばい、やばい、来た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 、でも俺撮影前にさ、大野さんセンブリ茶好きって言ってたの聞いてたんだ、いや、俺嫌いじゃないよ、全然健康になるんで、じゃあお願いします、あ、そういうことね、オッケー、じゃあ手を負けても美味しい、なんぼなんぼ足し、な、な、なんぼ、あ、じゃあ1位でやる、1位でいきます、1位でやって、1位でやって、オッケー、僕立ちます、俺通り越して暖房するのやめてくれよ、1位で僕立ちます、おぉ、じゃんけん、じゃんけんの心理戦みたいですね、俺だけがリモコンの両親みたいになっとるよ、せーの、1位、よっしゃお前は俺並みにひねくれているからな、絶対に立つと思っていたぜ、何も聞いてなかった、やばいやばい、やばい、数少ない膝使ったもんね、あ、そうそう、誰が数少ないじゃん、本当に膝軟骨死にかけじゃないじゃん、本当に、おい、よし、あと、いらっしゃい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 、こっちが立つ派になった、まあ言うてもやっぱり膝結構しんどいんじゃないですか、ちなみにセンブリ茶来てる、来てる、センブリ茶はまあ別に、いや、うん、もう二度と飲みたくないぐらいには、ああ、なるほどね、やっぱ飲みたい、飲んでもいいかなって広いメンタルを持ってると当たんないんですよ、ああ、なるほどね、飲みたくないって言ってると俺に負けます、あんまり指すまで心理戦見たことないディベート大事ですよね、膝ちょっと回復させる時間なんですよ、OK、 行きましょう、決勝戦行きましょう、最下位決定戦だね、最下位決定戦だね、それ柴田さんお願いします、誰がリモフスの老人コンビじゃんここにヒデさん呼んでこい、トリオが必要でしょ、ヒデさん呼んでこい、ここだけ切り抜いてヒデさんに LINE しますからここ空いてるよ、ここ空いてるよよし、それじゃあお願いします、はい、行きます、せーの、1、うわー、おじちゃん、皆さん、これがメンタリズム、怖っ、ほな一発で当てろ確かに、俺じゃん、セブリちゃん、最下位はトモくんでーす、おー、どんなもんすか、草原が見えますね、ソムリエになっちゃってるいつものやつだね、結構プラスな印象ですけど、まあ、じゃあ余裕かな、まあ、そうです、いいお湯で厳選された草原の匂いしますね、急須で入れてるかもしれない、ああ、なるほどね、お湯は草からすんだそうなってますからね、素晴らしい、いい香りがしますね、いいセンブリ茶の香りですじゃあ早速グイッといっちゃってください、はい、いただきます、健康になります、乾杯、おお。うわー、今日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願い。